ロレーヌ公国、リューシュでロレーヌヘティソ、主要な都市はメス、ベルダンであり、歴史的な首都はナンシーであった。詳細は、ロタリンギアを参照ロレーヌに先行するロタリンギアは、国王ロタール二世一世下では、フランク帝国内部での独立した王国であった。その領域は、元来、ルートビヒ一世の三人の息子間で分割が取り決められたベルダン条約で843年に、 創設された中部フランク王国の一部であった。中部フランクはロタール一世に割り当てられ、それゆえにローテリー・レガナムと呼ばれた。855年にロタール一世が死ぬと、さらに三つに分割され、ロタール二世は北部を受け取った。その領域は当時、ブルゴーニ白領から北海南部に伸びた広大な領域を含んでいた。この領域はフランスではロレーヌとして知られ、他方、 ドイツでは、次第にロートリンゲンとして知られるようになった。アレマン語がかつてロレーヌで話されており、設備時のイングイエーヌは正確には、比喩的な感覚では、ローテリーは、ロタールに属す土地、と表現される。ロタール2世が後継者を残すことなく、没したことで、その領域は870年のメルセン条約で、東フランク王国と西フランク王国に分割され、 最終的には880年のリブモント条約で、全域が東フランク王国の支配下に置かれた。911年のルートビヒ4世の死で、東フランク王国のカロリング長が耐えると、ロタリンギアは一旦は西フランク王国に吸収されたが、925年に東フランク王ハインリヒ一世によって征服された。宿敵である。 遊具大公との争いが行き詰まったことにより942年に西フランク王ルイ4世は全ロタリンギアの請求権を放棄した。15世紀以来のロレーヌの象徴であるロレーヌ十字。953年、東フランク王夫ー大帝は自らの弟であるブルーノをロタリンギア公に任命した。959年にブルーノは広告を上下ロレーヌに分割し、 その分割は965年のプルーノの死後、固定された。ウエロ・ダリンギアは河川の上流、つまり内陸かつ南側に存在した。文献によるとウエロ・レーヌは当初もゼル広告と呼ばれ、その公はダックス・モーゼロ・ノーラムと呼ばれていた。ロース・リンジーやスペリリスやドレーヌの語が公文書で使用され始めるのは15世紀前後のことである。プルーノの代理人であり、 最初の公爵となったのは、ブルーノの姉妹であるヘトビヒの義理の息子フレデリク一世であった。1400年頃のロレーヌ氏もロレーヌはいくつかの小さな両方に分裂し、ロチエコーの称号の実がブラバントによって保持されつつ存続した。モゼル公国がルネダン獣のものとなった後、ロレーヌ公国の名が再び用いられるようになるとともに、解雇的に上、ロタリンギアとも呼ばれた。 その時点ですでに、上ロタリンギアからもルクセンブルク伯領とトリーヤ、先帝荒領、あるいはバルハク領、ベルダン、メス、トゥールからなる三子協領といった両方が分裂していた。神聖ローマ帝国とフランス王国の国境は中世を通じて比較的安定していた。1301年にバルハクアンリ三世は、 フランス国王フィリップ4世から報道として自身の西部の土地を受け取らなければならなかった。ブルゴーニュ・コーシャルルは1475年にロレーヌ公国に遠征したが最終的には1477年のナンシーの戦いで敗死した。1552年にザクセン戦帝公モーリッツを中心とする反乱プロテスタント諸公はフランス国王アンリ2世からの支援の見返りとして シャンボール条約に従って3つの死去領を譲渡した。17世紀のフランス国王は、ドレーヌの領有を欲するようになった。30年戦争により、新生ローマ皇帝の権威が低下する中、フランス最小、リシュリュース・ウキキョは1641年に、ドレーヌを占領を強行した。1648年のベスト・ファーレン条約で、フランスは、ドレーヌの返却を余儀なくされたが、 ロレーヌの東にあるアルザスにおいていくつかの地点を獲得した。1670年にフランスは再びロレーヌに侵略してロレーヌ公シャルル4世をベネツィアに追いやった。シャルル4世は当地でハプスブルク家の神聖ローマ皇帝との強力な結びつきを形成し、オーストリアの将軍としてフランス軍と戦い、追いのシャルル5世も同様に軍人としてハプスブルク家を支えた。 1697年の大同盟戦争終結時のレースウェイク条約で手放した時を除き、フランスは広告を30年近くにわたって占領した。スペイン継承戦争中に首都のナンシーを含むロレーヌのいくつかは再びフランスによって占領されたが、ロレーヌ港レオポルトはデュネビル上官にて統治を続けた。1703年の広告の EN、シエブマチャースはペンブク。 1697年の広告の文章、ポーランド継承戦争後の1737年に、フランスとハプスブルク、両家の間で、ロレーヌがフランスの一部となることが同意され、広告は、フランス国王類15世の岐阜で、前、ポーランド国王権リトアニア対抗かつ戦争中に、ロシアとオーストリアのオス国王の対抗馬として、フランスから支援を受けたスタニスワフレシチニスキに、 与えられた。皇帝の娘、マリア・テレジアと婚約していたフランツ・ステファンには、メディチ家が断絶したトスカーナ対抗国が代償として与えられた。フランスはまた、1713年の国事直例で、マリア・テレジアがハプスブルク家の後継者であることを確約した。レシチニスキは、自身の死後に、フランスに併合されることを理解した上で、ドレーヌを受け取った。 1766年2月23日に、レシシニスキが死ぬとロレーヌは、フランスの州として吸収された。ロレーヌ地方をめぐるフランスとドイツの貴族争いは、以後もたびたび起こった。ロレーヌは1870年、ないし1871年までフランスの一部となっており、この年は、メス周辺のロレーヌ北部は、アルザスと共に新たに建国されたドイツ帝国に、吸収され、 多くのフランス人がアルジェリアを含むフランスに移住した。領域は帝国を構成する諸国家に吸収されたり、あるいは新たな分離国家が作られることはなかったが、議会の陳情抜きで、ドイツ皇帝が直接指名した総督によって、統治されるエルザス・ロートリンゲンとなった。1911年のみ幾分化の自治が与えられた。ドイツ皇帝が退位した第一次世界大戦が終結するまで、 アルザス・ロレーヌはドイツの一部であり、この時にアメリカ合衆国の支援の下でアルザス・ロレーヌ共和国の独立が宣言された。フランスは数日後に共和国を占領して吸収した。フランス政府はドイツ語の禁止とフランス語の再使用を方針とした。1940年にアルザス・ロレーヌはドイツ第三帝国によって再占領され、第二次世界大戦中、ロレーヌは ザールラント州とアルザスはバーデン州とそれぞれ合体した。フランス語は再び禁止され、ドイツの学校での教育が義務付けられた。1944年11月に戦争で引き裂かれた地域は再びフランスの手に戻った。戦闘が地域に及んだため、ロレーヌはフランスのアメリカ軍共同墓地の中で最大である、ロレーヌのアメリカ兵共同墓地費の中心地である。 北部地域では、今日もなお、ドイツ語なまりの方言が生き残っている。これは、英語では、フランチーク、フランス語では、プラットと呼ばれるロレーヌ・フランコニア語として知られている。これは、アルザス語とは異なるが、両者はよく混合されることがある。どちらとも公的な識別の形態はない。大部分のフランスの地域の言語と同じく、ロレーヌ・フランコニア語も19世紀から20世紀に、 かけての公立学校での義務教育の普及により、次第にフランス語にとって変わられた。食事や料理は、キッシュ、ミラベルプルム、ババ、ベルガモット、マカロン、マドレーヌを含むロレーヌと関連している。ありがとうございます。